入場券、入場券とは、切符の一種で、入場に何らかの制限が加わっている施設において、その施設に入場するために必要となる切符のことで、ある。本校では、鉄道駅に入場するための入場券と、鉄道駅以外の各種施設に入場するための入場券を、別見出しにて説明する。有料施設等における、入場券とは、利用入場料金商標。 すなわち、入場料金を支払ったことを証明する商標のことを言う。なお、無料の施設、催し物などにおいて、入場に制限を加える場合においては、発行する整理券の類や招待状などを指す場合もあり、選挙の投票所入場券などがある。一般には、劇場、映画館、コンサート、スポーツ観戦などのものがあり、日本国内でも、英語のチケット、 チケットと呼ばれることも多い。美術館、博物館などに入るための商標は入館券、動物園、植物園、遊園地などに入るための商標は入園券、茶席などに入るための商標は入室券などの故障がある。公衆浴場や温泉で入浴するための商標は入浴券と呼ばれる。劇場、映画館、競技施設などの入場券は ミシン目などによって二つの部分にちぎれるようになっているものが多い。こうしてできた剣片を半剣といい、座席の確認や施設へ再入場する際に使われるほか、これが領収書代わりともなる。こうした剣をもぎ取る行為や、それを行う係のものをもぎりという。近年では半剣をもぎ取る従来式の入場券に代わって、 極小 IC チップを組み込んだ IC カードを用いたものも開発され2005年の I 地球博などから採用された。また QR コードを使用するものも順次広まっている。これらはスマートフォンに組み込むことによって紙の入場券を発行しない場合もある。入場券においては複数回入場するための回数券が設定されている場合がある。鉄道においては 見送りなど、乗車線以外の目的で駅の改札内に入場する際に発行される。一般には、最低運賃と同額の場合が多い。しかし、最低運賃が異なる複数の会社、路線が同一構内で乗り入れる場合、共同使用駅には、低い方のそれに設定される場合がある。入場券を発売していない事業者、地下鉄に、 大井では最低運賃の乗車券を持って代用されることがある。過去に北海道地方では最低運賃の乗車券と入場券が併記されている券用の券も存在した。なお、会社や駅によっては制限時間を設けているところもあり、その旨を説明する目的などから、券売機での発売をせず窓口でのみ、入場券を発行する駅も、 地方の小規模駅を中心に存在する。名古屋鉄道や近畿日本鉄道の一部駅は窓口でのみの発売である。これらの鉄道の入場券の多くは貢献である。日本で初めて入場券販売を行ったのは1897年、明治30年の山陽鉄道、後の山陽本線を付設した私鉄であったとされる。素材により、貢献入場券や 何件入場券と分けられる。改札の自動化が進んだ現在でも、一部の鉄道事業者では貢献入場券が窓口で販売されている。取り分け貢献、厚紙を用いた券によるものは記念品として発行されることが多く、鉄道ファンのみならず、旅行客などにも沈徴されている。変わった需要としては、年月日が数字並びの時、例。 平成12年3月4日に特に貢献入場券が記念で多く買われる例がある。一方、新駅開業などで記念入場券も発行されており、切符の一分野でもあることから収集感も存在する。JR においては、緑の窓口でも入場券を発見している。何件に部類されるが、超耐久間熱紙のため、貢献が廃止された現在で、 いつでも手に入る入場券としては、券売機券よりも保存性に優れおり、観光記念に購入するものもいる。ただし、寒熱紙のため、いくら耐久性が高いとはいえ、用紙製造メーカーが品質保証しているのは7年間であり、保存状態によってはさらに短くなる。一部の駅では定期券に類似した定期入場券も発行されている。これは、 表口と裏口を自由に行き来する通路を持たない駅で頻繁に通り抜けする人を対象に発行されるものである。駅構内への入場には乗車線の目的と乗車線以外の目的の二つに分けられる。前車は乗車券類、後車は入場券が必要となる。JR の旅客営業規則第294条には次の各号に掲げるものが 乗車線以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は入場券を購入し、これを所持しなければならない。攻略と規定されている。したがって定期乗車券を入場券側に使用することはできない。定期乗車券は乗車券の一種であり、乗車券は乗車券類に含まれるため、乗車線の目的に限り使用でき、乗車線以外の目的、 送迎等の入場目的には使用できないからである。同規則第147条第6項には、乗車券類は、乗車線以外の目的で乗降場に入りでする、場合には、使用することができない。という規定があり、他の多くの鉄道事業者においても、同様の規定がある。スイカなどの IC カード式乗車券についても同様で、これらもあくまで乗車券類であることから、 入場券がありに使用することはできない。入場券にかかる料金、入場料金は、駅構内の秩序や安全に対する対価とされており、異常時の入場制限などへの配慮のため、また、車船内への立ち入り禁止は、出発時のドア付近の混雑や、誤乗防止のためとされている。なお古いタイプの券売機では、乗車券と入場券の購入ボタンの区別がつきにくく、 入場券を乗車券と間違えて購入して、目的地までそのまま車してしまうケースも見受けられた。厳密に規定を適用すると入場した駅から、改めて運賃相当額を支払う必要がある。経理面では、乗車券、定期乗車券、入場券のいずれも、鉄道会社の経常収入、売上高のうちの、鉄道事業営業収益に当たるが、乗車券や定期乗車券は、 旅客運輸収入として、それぞれ、定期外運賃、料金と定期運賃、料金に分類されるが、入場料金は、運輸増収のうちの、旅客増収として、乗車券、払い戻し手数料金、携帯品一時預かり料金、手回し品料金等と、同じく、旅客にかかる、所料金に分類される。鉄道事業会計規則。 昭和62年2月20日運輸省令第7号第5条別表第1駅の開業などを記念して記念入場券が発売されることがある。鉄道の駅の中には特に駅名の字面で演技の良さを感じさせるものがあり、これらの駅では演技物として入場券を発行しているところがある。この効果を狙って命名を行った駅もある。無人駅も多く、 この場合は、近隣の友人駅で発売されている。なお、乗車券における例については、縁起物、乗車券の欄を参照。近年、大都市圏の主要駅では、駅中と呼ばれる、改札内の飲食、商業施設が開業するケースが増えている。ほとんどの事業者では、改札内に立ち入るだけで、入場券は必要となるが、小田急電鉄では、商業施設や、 コインロッカーの利用が証明できれば入場料を払い戻している。近鉄の大和西大寺駅では、券売機での購入時に入場券と割引券が発見され、店舗で割引券を提示すると入場券代金分の割引と場合によっては差額分の返金が受けられる。また JR 西日本新大阪駅では、入場後に入場券を校内の書店に提示して、 割引券を受け取り、500円以上の買い物をすると、入場券分の代金が値引きされる。なお、入場券には不正乗車防止のため多くの倍時間制限。JR の場合は、発売から2時間があり、超過した場合は再度入場料金が加算される。JR などはこのことが、懸命に、明記されており、駅によっては、注意書きが掲示されることも多いが、 鉄道事業者の中には懸命に制限時間が明記されておらずトラブルのもとになることがある。世界各国の鉄道駅で入場券による駅構内への入場規制を行っている国はイギリスやインド、パキスタンなどがある。イギリス国鉄の駅では20世紀中盤まで入場券が広く用いられ民営化後に国鉄の路線網を引き継いだ。 ナショナルレールでもほとんどの駅窓口で発見可能である。近年は大都市近郊や主要駅を中心に改札口が設けられており、その結果入場券に対する新たな需要が生まれている。なお、入場券は通常自動券売機では購入できず、出札窓口での購入となる。価格は1枚10ペンスで1時間有効の駅が多い。改札業務を行わない駅では、 入場券を購入する必要はない。一部の列車運行会社は管轄下にある駅で入場券の発売を中止している。そのような駅で本来入場券を必要とする利用者は改札係員に申し出許可を得てから入場無料することになる。収集目的など実際に使用しない場合、出札係員の裁量により無効であることを了解の上で発売することもある。 その一方で、発売を正式には中止していない会社の駅でも、係員が入場券の存在を知らないなどの理由で発売を拒否する場合があるなど、入場券の発売可否に関する方針は、徹底されていない。ファーストスコットレール、サウスイースタン、バージントレーンズアリーバトレーンズウェールズ、ファーストグレートウエスタン、サウスウエストトレーンズロンドンビクトリア駅、チャリングクロス駅、 キャノンストリート駅、ユーストーン駅、ロンドン地下鉄の各駅では、すべての駅窓口で、入場券を1枚1ポンド、サザーク駅は20ペンスで発売している。しかし、駅構内へ入場する正当な理由がない場合、発売を拒否される場合がある。イギリスの植民地であったパキスタンにおいても、入場券、プラットフォームチケットによる、 駅構内への入場規制が行われている。韓国鉄道公社、カーイルの駅、広域電鉄の属では、かつて入場券を有料にて発売していた、発売当時500ウォン。しかし信用乗車方式の導入などがあり、発売が中止された後、現在は、駅券売機にて無料で、発券可能となっている。また、一部の駅において、記念入場券目的の入場券を発売している。 一枚、千ウォン。台湾鉄路管理局では、かつて入場券を有料にて発売していた、発売当時6元。2013年6月1日に廃止され、身分証との交換で通行証を対応する形式に変更された。多くの道の駅では来訪記念のお土産として、鉄道の記念入場券にヒントを得た、記念切符を発売している。当初は、 記念入場券としていたが、改札やプラットフォームのない道の駅には入場等概念が存在しないことから誤解を与えないよう現在の名称に改められた。料金は1枚160円、税込みと JR 北海道などの本州以外の3社の入場料金と同額である。特定の駅で販売されるか、市町村合併記念や、 購入特典の無料配布などをして対応している。入場料が不要な施設では原則としては入場券が不要である。鉄道の駅において改札口がない場合、例、フランス国鉄やタイ国鉄などでは入場券がなく乗車を目的としない場合の駅構内への立ち入りは自由であるほか、日本の鉄道駅においても無人駅の場合、係員がおらず自動券売機でも 入場券は売っておらず、扉付きの改札付きのように入場を物理的に制御する機会もないため、駅構内、ホーム上まで入場券を持たずに入ることが事実上目認されている。また、遊園地においては入場無料で入場券が不要であり、個々の遊戯施設に対する利用料金のみが発生する場合があり、富士急ハイランドのように入場無料に切り替えた施設もある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。